こんにちは、夏みかんです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスター愛車編、前回3地点全部出しました。まだまだやりたいこといっぱいあるけど、まずアルドライベント全部埋めてこうと思う。私はシフバルハル族だよ。私ハラル族の愛車。この辺りには信頼して力を貸せる骨のある戦士はいないみたいだね。目の前にいるぞ。頼もしいね。気に入ったよ。一緒に旅しないかい？オッケー、一緒に行こう。女同士よろしくな。前回仲間にしたかったけどできなかったシフ姉さんなんですが、ここで仲間に入れました。バルハラントでもアルドライベントあるみたいなんだよね。というわけで馬に乗って雪原行けるのかも含めて試していこうと思います。どうかな。あ、無理だった、馬では乗り入れできないみたい。まあそうだよね、この雪の中だとさすがに足取られちゃいますよね。ましてや草原で生きてる、草原で普段走ってる馬だから、雪原走るのはなかなか難しいよね。雪国の馬ならまた話違うかもだけど。ここはバルハラントで、この村はガトの村だ。サルーインの魔物から逃れるために南へと移動していった連中がいるって聞いたことがある。サルーインがいなくなった後もそいつらの子孫はここに住み着いたってことか。あーってことはバルハル族の中にもここに残った人と外に出ていた人がいるってことかな。なんか前にカウズさんの X でバルハル族はローザリア貴族のルーツだっていうのを読んだことがあるような気がするんですよね。これだけ暖かくなると凍結湖の氷も溶けるかもしれないな。凍結湖で凍っている城は悪魔を封じ込めるためにあんな風になったっていうね。違うわよ、昔バルハラントに王国があってその王様に天罰が下ってああなったのよ。あー、凍結湖のイベントも今まで一回もやったことないですね。そろそろやってみたいな。わしはガト、バルハル族だ。この村の長をしておる。最近は暖かいな。生まれてこの方こんなに暖かいのは初めてだ。狩りの獲物が増えるのはありがたいが、モンスターも増えたのが悩みの種だ。あちこちの洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してきてくれ。あ、受けられるんだ。受けられないと思った。受けられた、やったーって思ってルンルン出かけてきたけど気づいた。これバルハルモンスターというイベントを1回は受けれるけど、マラソン何回も繰り返しては受けれないってことですね。そういうことか。次回以降は必ず雪原のマップを早めに手に入れてくるようにしよう。そしてこのフロアいかにもなんかありそうなのになんもない。鉱石とか宝箱サーチとか働いても良さそうなのになんもない。なんもないよ。だってこうやって移動の仕掛けまでわざわざあるのにね。そういえばバルハル族がローザリア貴族のルーツっていう話の続きなんですけどね、さっきシフ仲間にする直前に詩人さんから聞いたんだ。バファル帝国が全盛期にあった頃、レリア4世は若い女性だけの部隊を作り身辺を警護させていました。ローザ・ライマンは長年その隊長として皇帝を守ってきましたが、30を過ぎて隊を離れることになりました。皇帝は戯れにローザの着替えを覗き見しました。他の娘たちの美しい肌と違い、ローザの体には深い傷、浅い傷と無数の傷が刻まれていました。皇帝はローザがいかに体を張って自分を守ってきたかを思い出し恥ずかしくなりました。皇帝はローザに領地を与えようとしましたが、ローザが望んだのはまだ帝国の領土ではなかったクリスタルレイクでした。皇帝は
ローザの息に感じて、ディスティニーストーン、水のアクアマリンを花向けに与えました。このローザさんがバルハル族なの？バルハル族だとして、そのローザはどうしてこのバルハラントを出ていったんだろうね。あ、でもそういえばアルベルト編でガトの村で保護された時にさ、村長のガトさんがバルハル族の中には北へ移住していったグループがあったって言ってましたね。北に移住した人の中にローザさんがいたのかもしれないね。しかもローザが領土として望んだのがクリスタルレイクだったって話もあったじゃないですか。このクリスタルレイクがいいなって言ったのもさ、故郷の氷結湖を思ってクリスタルレイクがいいって言ったかもしれないよね。まあでもローザさんがもともとバルハラントに住んでた世代かはわかんないですけど、バルハラントからもう北へ北へ向かっていった世代の次の次、もっと後の世代かもしれませんけど、まあひいおじいちゃんとかおばあちゃんからね、氷結湖の話聞いてたのかもしれないし。そしてこの南の通路、南の坂道か、ここで敵を蹴るのなかなかの至難の技だと思うんですけど、アルベルト編で戦闘回数増えちゃったのはね、もうこれのせいだと言っても言い過ぎではないし、このね、曲がり角、四角になってるところから敵が襲いかかってくるパターン、もう本当に勘弁してほしい。こちらは曲がりきらないと敵が見えないのに、敵からはこっち見えてるのよね。不思議。あ、でもそっか。四角だけじゃなくて、聴覚で敵の居場所を掴んでるモンスターもいるからってことか。でもこちらは四角オンリーですもんね。なかなか。まあでもね、モンスターたちも生きていくのに必死だからね、やはり人間よりも優れた五感で生き抜くしかないんでしょうね。こっちからするとね、いけない、遅刻って言って走ってたら、曲がり角で転校生とぶつかるあれみたいですよね。いけない、戦闘回数が増えちゃう、イベントが終わっちゃうって走ってたらモンスターにガーンぶつかる。美味しくない。あ、でもゲリオンくんって確か冥界毒素を落としますよね。これ冥界毒素を落としてくれたらいいな。ね。冥界毒素、フリュウ君とゲリオン君と、あとイフリート君も冥界毒素を落とすんですよね。その3人がたまに同じ爪って面白くないですか？すごいレアな、ネイルアート流行ってんのかな？ね。凄腕のさ、ネイルアーティストがいて、やっと予約取れたんだよねってすごい喜んでるフリュー、またはゲリオン、またはイフリートを狩れると冥界毒素を手に入る。いや、すごいな。ああ、やった、変幻自在来た、変幻自在来ました。さすが姉さん。変幻自在っていろんな武器で使えますけど、再剣からが一番ひらめきやすい気がして、姉さんに再剣を使わせてたのが効きました。やったぜ。あ、気のせいかもです。私これまでの4周目までのプレイで小型剣使うの初めてなんですよ。なのでなんか再剣から変幻自在ひらめくのしか見てないから、ただ単に再剣からがひらめきやすいと思ってるだけかも。いや、全部かもですね今日の話。まず最初にバルハル族の話して、これ断片的な話から得られた想像、ネイルアートの話も想像、再建の話も想像、全部想像。まだね、冥界独創ネイルアートの話まだ続けたいぐらいです。何色なのかとか、どういうラメつけてんのかなとか、めっちゃ喋りたいけど、もう誰も興味ないと思うんで、やめときます。あー、こういうことか。これで当分はモンスターも増えないだろうってメッセージが出ちゃって、ここから変わらないってことなんだね。オッケー。さあ、そしたらですね、次は、トマエ火山に行って、メンフへの道を開いておこうと思います。まだまだイベント残ってるんですよね。テオドールさんのイベントもあるし、ブラックダイヤのもあるし、あと風のオーパール。それもね、撮ってみたいよね。凍結湖のイベントもやったことないし、そして、
あと何が残ってるんだ。あ、四天王のお使いも今回一切手をつけてないですね。ディスティニーストーン取ろうとすると結構四天王お使いイベントやってる暇がない。そして鉱石取りながら進んでいきます。多分ジャンプ10回ぐらいあればフレームタイラントのところまで行けるでしょう。なのでもうバンバンステルスと忍び足して進んでいく。ここも通路狭いところに敵がギュッといるので難しいですよね、敵を受けるの。でもね、最初の頃に比べるとだいぶ慣れた。だいぶ避けられるようになった気がする。こことかすごいですよね。ジャンプするとこもたくさんあるし、鉱石取れるところもたくさんあって、もう忙しい。アビリティポイントがちょっとずつ減ってきた。足りるかな。いや、さっき10回ぐらい取っとけば大丈夫でしょうとか思ってたが、まだ3回なんだよねこれ。あ、でも多少 LP 使うことになってもまあいけるかなと言ってたら、やはり LP を振り絞ってジャンプする羽目になってしまった。だが大丈夫大丈夫、帰りは近道使えるからさ、ここで LP 使っても全然余裕。フレイムタイラント先生に会えば近道を開けてくれるのよ。私、ハラール族のアイシャ。我らはフレイムタイラント、この巴火山に隠れ住む者だ。ここから冥府に行けると聞いたの、どうして？死の神デスの都へ、冥府へ行くのか。物好きな奴だな。止めたりはしないな。それなりの覚悟はしていけろ。お、もうメイフ行けるんだね。メイフ行けるが、これもうメイフって結構ジャンプいっぱい しなくちゃいけないフロアがあるから、これだとちょっとねもう奥まで行けないので、一回戻ってマップアビリティの回数を回復してから来よう。よし。あれ、でもなんか近道開けとくって言ってなかったけど開いてんのかな。え、いや大丈夫、大丈夫。ここはえ、嘘、帰れない。じゃあまた来た道戻らないといけないんですか。無理だよ、だってもう待って、見て、マップアビリティのポイントは0、LP 今3しかない。3しかないよ。じゃあ先に進むかって思うじゃないですか。でもね、冥府でもジャンプしないといけないんですよ。デスに会う前に死のディールを行わないといけない。しかも命と引き換えに3回ジャンプしたとて、冥府の底にも行けないし、帰ることもできない。通路を通してください。通路を通してくれなーい通してくれないんですけど。いや、ゆっくりするついでにですね、アビリティポイントを回復していただくか、それか通路を開けてくださいよ。いや、でもね、知ってます、3周目の時に一回冥府の道開いちゃうと、こっからもうフレームタイラント先生、こう、冥府への道を開けてくれたまま戻ってこないって私知ってます。はい。ええ。冥府行って用事を済ませてこないと、次の話、他の話進めてくれないんですよ。先生も忙しいから、一個しかお願いは聞けません。うん、そうですよね。うん、先生も忙しいの分かります。あんまりね、先生にあれしてほしい、これしてほしいっていうのもね、昨今ね、良くないですよね。あれもこれもそれも何でもかんでも先生に押し付けるのは良くない。良くないんですけど、でもですね、冥府で用事を済ませてくるためには、アビリティポイントがいるんですよ。
そして帰るためにもアビリティポイントがいるんですよ。もうダメだダメだ、時を戻そう、ダメだ。あーね、4週目ですよ、4週目でこんなこんなことある？ということで、メイフルート開く前にフレイムタイラント先生に会っておけを、もう私は教訓として刻もうと思います。先生、大事なことを教えてくれてありがとう。ご視聴ありがとうございました。実は前回の動画のコメントで教えてもらったんですよ、 LP が1になっちゃったら LP 消費なしでマップアビリティ使えるらしいって。いやー、でも試してみる勇気はなかった。いけるかもって飛び込んでみることはあの局面ではできなかったね。ただ何も知らずにわちゃわちゃ騒いでるとこお見せしてすみません。この調子で今年もミンサガの動画頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価コメントなどで応援してくださると嬉しいです。コメントは全部読んでます。いつも参考にさせてもらってるので、いろいろお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。さようならー。